アレクサンドロフスク・サハリンスキー氏の紋章。アレクサンドロフスク・サハリンスキーは、北カラフト西海岸に位置する都市。ロシア連邦サハリン州に属する。マミヤ海峡に面し、北カラフト西海岸の代表的な都市である。州都ユジノサハリンスクから約560キロメートル離れた位置にある。ボリシャやアレクサンドロフカ川が市内を緩やかに蛇行しており、川沿いの丘の上に、 市街地が明けている。現在の主産業は林業。他に農業、漁業、法制業がある。港は遠朝のために大型船舶は接岸できず、橋家に頼っている。鉄道が通じていないので、内陸部への交通は道路に限る。二0二0年、郊外に飛行場が完成し、アビアシェリフ社によって定期便でユジノサハリンスク空港と結ばれた。 1968年には2万1000人いた人口は、2016年には9617人となっている。気象通報の補助通報地点でもある。1881年、流刑地として開設され、その後、サファリン行政の中心となり、発展を遂げた。1890年、文豪アントン・チェーホフは、この地に3ヶ月滞在、流刑州の実情を調査し、後に、 サハリン島を表した。1946年までは、ロシア領サハリンソ連領北サハリンの中心都市であった。カラフト、千島交換条約以前の日本名はアイヌ語由来の落石であった。二部不明はイドニーである。南カラフトが日本領であった時代にはアコウと呼ばれていたことがある。シベリア出兵の際、数年間、日本が占領していた。 内陸部への交通は車かバスによる。最寄りの鉄道駅はティモフスク駅でアレクサンドロフサハリンスキー市街から東へ西からフト山脈の北部を越える国道があり、バスの便で結ばれている。所要時間は車で1時間30分、バスで2時間程度。また、ユジノサハリンスク駅前のバスターミナルから504番のバスでアクセスすることもできる。 2020年11月現在、空港を建設中。2020年の終わりには開港予定である。三人兄弟の岩アビアシェリフ社就航の n e w s s a k h c o m 2020年12月30日配信。2021年3月11日、閲覧。チェーホフ、サハリン島上間岩波文庫。1988年、P111。 AB、吉子、杉本抑留され、ソ連領内に生存国境監視所から近くアコへ、朝日新聞1938年1月9日、朝日新聞100年の記事に見る恋愛と結婚、朝日新聞社、1975年2月1日、ピアニッシも239から240初集。見出しでは、アコだが、本文中に、アコの記述がある。 アレクサンドロフスク、サハリンスキー空港とゾナリノエ空港の隊が、航空就航記事2020年11月14日、閲覧。徳田光一の、サハリン鉄路1000キロを行く、及び、サハリンカムチャツカより。しかし、チェーホフの生誕は1860人であり、計算が合わない。ありがとうございます。